ルセラフィムは2人の日本人メンバーサクラとカズアがいるんですけど、サクラだけが優遇されてカズアは差別されてるんじゃないかという疑惑があります。2022年5月14日に放送された韓国の番組にサクラは出演してるのにカズアは出演してないし、その翌月に放送された番組やまたその4ヶ月後にも放送された番組にもサクラはいるのにカズアはいないなど、カズアは多くの番組から外されてました。それが日本デビューしてからも続いて、2023年2月15日と2月22日に放送されたラジオ番組今夜サクラの木下でにもカズアは出演してなかったんで、カズアは差別されてるんじゃないかという疑惑があります。当主張する YouTuber がいたんですけど、この YouTuber はカズアが出演してない番組をかき集めて視聴者たちを騙してました。ルセラフィムは全ての番組にいつもメンバーの全員が出演してるわけじゃなくて、ウンチェだけが出演してなかったり、ユンジンだけが出演してなかったりして、別にカズアだけが番組から外されてるわけではないんですけど、世の中のほとんどのデマはこのように作られてるんで、皆さんも騙されないように気をつけてください。